ヤキンゲームズ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ルシファーさん、いらっしゃい。来ましたね、超獣神祭、2015年10月編、今回ですね、ここ見ると分かるんですけど、ストライクがね出てるんですよ。そう、今獣神化来たばっかりで、なんか主役に返り咲いた感がすごいんですよ。ただ僕ストライクね3体持ってるんですよ。で、今頑張って獣神竜集めてるんですけど、ストライクはだから今は大丈夫。だから今ね、欲しいのが、まあ、ルシファーでしょ。まあ、ヒミコも欲しいけど、ヒミコよりシンドバッドの方が欲しいかな。あとはね、アーサー。ルシファーとアーサーがダントツで欲しいんで、そこ狙っていきたいと思います。まあいい、あとそれでですね、オーブをもらってないやつがまだあるんですな。こっちこっち。はい、プレイ数4000回達成。1個でしょ。で、この通算ログイン600日。これで10個もらえます。通算ログイン600日、10個。だから50個いくんだよね、多分。待って、これ、ジャストだったりして。ジャストだ。ジャスト50個ですね。ただ、シングルで弾きますよ。ね、あっけなく全部、外れで爆死したくないからね。1ヶ月貯めてるからね、こっちは。いきます。おー、これはちょっとストライク出ちゃいそう。これストライク出ちゃいそう。あ、これストライク出ちゃう。これ出ちゃう。まあ、これでいきましょう。いや、ダメだ。ルシファーのやつだ。あー、今出たのに。あ、しょ、来た。来ました。いきますよ。はぁ、今回当たるでしょう。ゴー！一発目！ガンガン引いていくよ。一発目！頼む！いやー、3体くらい当たんないかな。そういうこと思ってると当たんないかもしんないけど。2回目確定。いきます。ほっ。スムーズ。さらっと出るんだよね、ルシファーっていうのは。こう狙わないでいって、えっみたいな。3回目。1匹は出るでしょ、さすがに。いくぞ、ゴー。3回目今日なるんじゃないかな。ガチャがこうルックスが新しくなってから1回もストライクショットってなってないから。バルト。4回目。まず、やばいな。4回目。なんでもう4回目だよ。頼むよ、この辺で来てくれよ。これは使えるでしょ。僕、火属性全然いなかったんで。やったー。来たねー。ずっと前から欲しかったけどね。最近あんまりこう、そこまでね、見ないけど、号令 SS もあるし、これだけでちょっと嬉しいわ、まず。はい。あと、6回ガチャれます。いけるぞ、いけるぞ。いいぞ。いけ！あ、来たね。スマートだよね、ベートーベン。ちっちゃいんだけど当たりっていうね。はい、折り返しました。こっからです。もう一体来るでしょう。アーサー、ルシファー、間違いなく。いやー、でもちょっとベートーベンだけでもちょっと嬉しいですね。いけ！これから獣神化もこうボンボン来るかもしれないしね。さあ、来い。あと4回。いけるいける。はい、間髪入れずいっちゃえ。いくぞ。で、頼むわ。シンドバッド、シンドバッド。くそー、やだ。このまま終わんのだけやめてほしいわー。はい、あと3回。ラスト3。よし！
もうルシファーって言っても何ヶ月経ってんだろう。ピカ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 。ああ、当たりっぽいわ。当たりっぽいわ。はい、あと2回。1、2、3、4、5、6、ラッキーセブン。ラスト1回。ラスト1回で出たことでも今まで結構あるんで、いきます。頼むぞ。うん、黒が止まんのか。頼むぜ、来てくれ。まあでもよかったね、ベートーベン当たっただけでもよかったです。ちょっと進化神化どっちにするか考えて育てていきたいと思います。あとはまあストライト早く重心化させて使いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。